はようございます。なおちんこと井上直美です。今日は神奈川県、横須賀市くびりの山下丸さんにお世話になって旬のカワハギ釣りを楽しみたいと思います。今回の相棒こちらです。はい、アルファタックルのアルファソニックカワハギ、こちらの竿を使って一日楽しみたいと思います。それでは行ってきます。では出船前なんですが、今日は船宿さんでこんな形の餌が配られてます。こちらアサリのむき身になりますね。でこちらそのまま使うとすごくぬめりがあるので、まずは出船前にぬめりを取っていきたいと思います。わー、おいしそう。山下丸さんのアサリは本当に新鮮ですね。ぷくぷくしてる。で軽くこちらで洗っていきます。この中に入れて、はい、でこれをクーラーボックスで保存します。で使う分は、まあ、この中に向こうついてからですね、ポイントついてから入れて、あとは締め液やそういうものを使っていきます。で続いて仕掛けの針の付け方なんですけど、まあ、大体こういう針ですね。でカワハギは大体仕掛けが3本針だと思うので、上から付けていきます。針が上向いた状態で引っ掛けるだけです。でこうなった時に針が上向いた状態です。これ下向いちゃうと全く釣れないので気をつけて慎重につけてあげてください。続いて餌の付け方です。使う分だけトレーに置きます。よいしょ。でなくてもいいんですけれど、こういった締め液があると便利です。かけてサラサラサラ、はい。で餌の付け方なんですが、重りを持ってこの針に餌をつけていきます。水管、ベロ、綿の順番につけていきます。まず水管、ベロで針先がこの綿に来るように、綿ですね、はい。でこんな感じでまん丸くつけていきます。はい、ということでポイントにつきましたので早速やってみたいと思います。なぜか知らないけど今日の天気晴れって書いてあったんですよ。なのに何ですかこの素敵な天気は。雨と風がもうパーフェクトに素晴らしい感じになっております。ということで重りは30号ですね。でまずは、まあ、何もつけないで周魚とかで、ここの地形もよくわからないので、まあ、下に落として基本的な釣り方からやっていきたいと思います。で落として、風が、そして雨が、それでもカワハギの活性が良ければいいんですけど、すいません、雨なんでちょっと帽子をかぶらせていただいてます。で一回ちょっと大きく煽って、底ついたら基本的にはもう底トントン、重りがトントンする感じでいいと思うんですけど、でたまに止めてゆっくり上げる。でふわふわと
落とす。でまたそこに着いたらトン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 、でたまに止めてトン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 、本当に重りをちょっと離すくらいですね。トン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 で止めて辺りを見る。ゆっくり上に上げて、ふわふわ動かして誘い下げをして、またボトムついたらトン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 、まあ、まずはこの釣り方で、基本的な釣り方で釣っていきたいと思います。ですが気も入ってますね、あなたよかった。今ですね、ちょいと投げて、どんどんこっちの方に寄せてきて、でたまに上で誘って下まで誘い下げてって感じで来ました。よし、よかった、坊主逃れた、よかったです、イエイ。もう遠投して、でどんどん寄せてきて、で結構手前の方まで来たら上まで上げて、で誘い下げて止めたらググッと来ました。ちょい中ぐらいです。やりました、イエイ。今一番初めの誘いに戻して、そこトントンしてて、止めたらグググッと当たりがあったので合わせました。止めた時はゼロテンションですね。でゼロテンションでククって穂先がかすかな当たりがあったので合わせました。よし、そりゃそうだよな、誘ってたら来たもんな。てかトラギスでかトラギス天ぷらにしたかったから持ち帰ろう結構いいサイズのトラギスですねカワハギです。よいしょー、釣れたー。今誘って誘って誘って止めたら来ました。やっぱ誘いは重要ですね。なんか渋くてもやっぱり動かさないとカワハギに気づいてもらえないので、もう超超超超超激渋とかだったら止めててもいいと思うんですけど、やっぱ動かして
やっぱ誘いを入れた方がカワハギきますね。やった。では今回使っている私のタックルの紹介をしたいと思います。まずはこちら、竿の方がですね、アルファタックルのアルファソニックカワハギ 168M という竿を使ってます。アルファソニックのカワハギ竿では一番柔らかいタイプのものとなっていて、結構ボトムコンタクトがしやすい竿になっています。で、リールの方がテールウォークのエラン SWVTN73L になっています。はい、いつも使ってるやつですね。で、PE が 0.85 で、その先に、仕掛けがついてます。で、3本針の仕掛けですね。で、重りが、35。今日はこのセッティングで頑張ります。今ロッドの説明してたらかかってましたねかわいいかわいい。これはさすがにリリースしてあげましょう。かわいいですね。なんだ君は。私がタックルの説明をした時にもう私の餌にかかっていてくれたんだな。はい。で、この針外し本当便利です。お魚に触らなくてもいいので、ね、お魚が弱る心配もないので、ではどんどん釣っていきましょう。よいしょ。今日は同じ誘いですね、ほぼで釣れてます。遠投して誘って、なんか遠投したらそこで食わすというよりは、誘って遠くにいるカワハギも手前に寄せるみたいなイメージで、で誘い上げて誘い下げて、これを何回か繰り返してるとたまにカツってなるんですよ。あ、だからついてきたかなと思って、で、こう下から上に誘うときはあのかかりが悪いので、カツってなってもそのままにして誘い下げてちょい中ぐらいで止めるみたいな。でもこの竿はアルファソニックの中では一番柔らかい竿と言ったんですけど、結構こう中の釣り結構叩きやすいというかね、穂先は柔らかいけどバットしっかりしてるから結構誘いもしっかりできるし、だけどこうボトムにつけてこうゼロテンションで待ってる時の繊細な当たりもすごく取りやすい、プルプルっていうちっちゃい当たりもすごい分かりやすいですね。なんかカワハギ苦手だったと思ってたんですけど、この竿のおかげで今日は結構うまいこと釣れてます。ほんとカワハギってなんかたまに違和感みたいな当たりありますもんね。今日はそれもなんかすごい分かりやすい。もうなんか結構波もあってそんなにいい状況ではないんですけど、今日は風もすごいしそれでもなんかすごく扱いやすいですね。これは、はい、カワハギやりました。誘い大事、誘い大事。でもこれはすごい、あカワハギだ誘
んな優しさナイスアシストうわぁ来たやった10枚目なんと隣のお兄さんがバラしたって言って次そっち来るぞって言ったら本当に来たイエーイしかも記念すべく10枚目でーすやったー面白いですねこの子すごいじゃあやる気ありますねすごい今回私が使った竿はこちらですアルファタックルのアルファソニックカワハギ 168M という竿を使いましたこちらのアルファソニックシリーズのカワハギ竿3機種あるんですが一番柔らかい M のタイプになりますでこちらはボトムコンタクトに優れている竿ということなんですが、今回、調光してみてここ数日で一番厳しい日ということだったので結構ボトム中心の、釣りが多かったんですけれどすごく、誘いやすくまた、ボトム中心の釣りということなのでゼロテンションが多い、誘いになるんですが小さな当たりも捉えることができましたまたこちらチタントップになっていますのでより、穂先が繊細になっています今回使った 168M をはじめマルチコントロールタイプの 170MH ハードノッカータイプの 165H がありますので皆さんお好きなものを選んで使ってみてくださいはいということでお食事どころにやってまいりましたこちらですね山下丸さんから徒歩5分ほどの天ぷら葉山さんにお世話になって先ほどの美味しいカワハギを調理していただきたいと思いますそれでは行ってきますもう見た目からして華やかですねでは早速いただきますいやー金も醤油最高私も冬といったらやっぱり金も醤油お刺身食べたいですよねでもやっぱり当たり前なんですけど私こんなに薄く切れないにさすがですねプロの技ですいただきますやっぱこれですよもう釣り人の特権です本当に釣りたてなんで昨日もフレッシュすっごい全く臭みもなくすごい美味しいですこちら梅肉も用意してくださったので梅肉でいただいてみましょうか梅肉は初めてですねすごいどんな感じなんだろういただきますあ、なんかすごい甘みが増す感じがしますなんかカワハギって結構あっさり系なのかなって思うんですけどこの梅肉が加わるとすごい甘みが出て美味しいでは続いて天ぷら天ぷらは家じゃなかなかしないのでカワハギこちらが、大葉巻きで海苔巻きで身と肝そのままを天ぷらしてくださったものらしいですでこちら2つにも、身と肝は入ってるそうです海苔巻きなんか想像つかないいただきますわいただきますワクワクこれ美味しい肝がやっぱ濃厚で美味しいですねあと身もふわふわですやっぱり天ぷらにするとよりなんかふわふわで美味しいですねいやーカワハギの肝と
身とあと海苔合う。天ぷら屋さんの技ですね。皆さん、葉山さんぜひ行ってくださいね。めちゃめちゃ美味しいです。では続きまして、こちら大葉巻きです。梅肉も入ってるそうでちょっと塩でいただきたいと思います。うわ、絶対美味しいですよね。あ、香ばしい、美味しい。さっきの海苔はなんかもちもちって感じですけど、こっちはサクサクって感じで、あ、やっぱカワハギ上品ですね。もうなんかセレブになった気分です最高です。はい、めちゃめちゃ美味しい。最後こちら、お味噌汁。これは赤だしの青さにカワハギの骨がだしで入っているそうで、すごい、あ、いい匂い。いただきます。あ、すごい、あ、すごい、おいしい。え、こんなにいいだし出るんですか、カワハギ。私今までだし取ってなかったの、なんかすごいバカみたいっていうぐらい、すごいおいしい。ちょっと青さも、わあ、すごい。だしってこんなに出るんだ。わあ、すごい。しかも、青さも美味しいです。これ朝に出たら最高ですね。皆さん、旬のカワハギ、ぜひアルファソニックカワハギを使って楽しんでみてください。それでは私はこの後も美味しいご飯いただきます。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。